とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきたこの装備を使いましょう。いてつく金属編。ビースティンガーは結構いいの持ってるんだけども、いてつく金属編は、これが一番いいかな。うん。凍結がついてるので、まあ、こっちも結構使えるもんだと思います。黄金で重力、そしてこっちを輝き、真ん中が虚無、で、スタンですね。敵をあまり動かさないようにして倒していくタイプのレイピアですね。アーティファクトはもちろん、羽、パワーシェイカー、ドラ、この3つとなっております。防具はウィザーアーマーですね。では、行きましょう。それでは行きましょう。ビースティンガーには弱体化がついてるんだけども、こっちはついてません。その代わりに弓で弱体化を入れながら行きます。まあまあそんないらないと思うんだけどね。はい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 。これね、これ、これこれ。まあ、やっぱ使いやすいね。久しぶりやったけど、使いやすい。あ、で意外と、スタンいいんだな。うん。あ、スタンいいかもしんない。結構、敵が動かなくなるんで。あ、スタン使いやすいね。はい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 。スタンは、あんまり使ったことはなかったよね。うん。あー、そうか。ヒントとかでは使ったか。うん。久しぶりにスタンを使ったんだけども、あ、スタンの効果って意外といいかもしんない。おう、敵が完全に動かなくなるんで、火ダメがかなり減りますね。まあ、これぐらいね、攻撃速度があるやつじゃないと、ちょっと使うのは難しいかもしんないですけども。おうおうおう。いいやつにつけば、全然いい。使いやす。はい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 。パワーシェイカー、これこれ。これよね。はいはい、いいぞ。やっぱこの一気にね、バーってなると気持ちいい。うん。で、トゲを気にせずいっていいっていうのはやっぱね、でかいよ。近接でいくとやっぱね、トゲが気になるもん。トゲが気になって気になって仕方ないんで、これがないっていうのは、優秀。本当に。いや、これね、レイピア系の理想は、重力、輝き、虚無、弱体化だと思ったけども、これね、スタン入った方がいいよ。スタン入ると、全然使いやすい。あぶね。やっぱ動かなくなるっていうのが、すごく、いい感じなんですよね。いいね。ちょっと待って、ここも取りましょう。あれ？あれ出ねえな。あ、出た出た。出し方が若干シビアになったか？いや、そうでもない。俺が良くなかっただけか。あぶね。あ、あ、そうかそうか。スタンがあるから、スタンもあるし、あの雪玉もあるから、クリーパーもそこまで気にせず行っていいのか。うん。まあまあ、あーと、あぶねえ。回復がえぐいね。回復結構えぐめです。あ、痛い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 。痛いなぁ。はいはいはい。あ、回転ついてるのか。でも問題なし。あ、もう鬱陶しいって。おい。変更が嫌だな。変更が嫌。よし。いや、このステージはやっぱ早い。すぐクリアする。いや、いいね、でも。これはね、意外と、いい装備をゲットできた。タワーでこの前出ましたね、これは。タワーでこの前出たやつだけども。いや、よかったよかった。はい。もうクリアしちゃいましたね。今日はこれ、凍てつく金属編、使いましたけども、
いいね。おう、ビースティンガーは蜂が出るんで、そっちにターゲットを持っていかれて安全になるんだけども、こっちは敵が遅くなるんで、それで火ダメが減ります。いい感じですね。うん。と、スタン。スタンが良かった。このレイピアにスタンはめちゃくちゃ合うっぽい。うん。敵がほぼほぼ動かなくなるんで、いい感じです。これ理想じゃないかな。重力、輝き、虚無、スタン。これなかなかいいかと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。